はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。さあ今日は久々にね、機動戦士ガンダムアーセナルベースやっていきたいと思います。最近ねちょっとあんまり遊びに行けてなかったんですけど、まあ今先ほど流れた編成、の方とか作戦カード今から流れていくんですけど、まあ、自分が遊ぼうとしてて、まあ、ボッコボコンされた時の相手の編成を、まあ、なんとなく真似たような感じですね。まあ、それでちょっとやってみようかなと。作戦カードもちょっと普段使わないようなもの使ってたから、もうお試しでやってみたいと思います。それではスタートです。さあ我々の実力を見せつけてあげましょう。さあ試合開始です。今回ね、敵側の編成もね、私がちょうどこのボコボコにされた時と同じような編成だったんで、まあ、同じことができるんじゃないかなってことでやっていこうと思います。多分カードとか一緒だと思うんですよね。敵側にひどい目に遭わされたやつと、まず6本放り込んで、でハレルヤ放り込んでくるんですよ。で作戦カードとかもね、普段使わないやつだったんで、本当なんか、あ、こんなことできされるんだっていうできるんだって思いました。本当にちょっといい勉強にもなったなってことで、自分が一回使ってみようって。とりあえず防衛の方を入れて止めていきましょう。コストも安めの2人でいってるので大丈夫ですね。まあレーナには最撃持たせてあるんで、万が一サイコとか使ってくるような人がいたとしても止めれるっていうのを考えて使ってます。あとはトランザムを使って作戦カードをなるべく生かしたいところですね。でアレルヤ側の方にデータ来てるんで、倒される恐れのある方からトランザム使ってきます。作戦カードで回復ができるんで、まあ、そこでうまく長く攻撃して拠点壊していく形ですね。そろそろ危ないで切ります。本当はどこの斧ちゃんとトランザムも使えるようになってから使いたかったんですけど、これで回復しながらいけますね。あとは威圧から解放されたらすぐ6本もトランザムできます。さあ爆射食らってアレルヤ多分瀕死ですね。さあ落ちると思ってデータが、こちらの6本の方来てますが、作戦カードを切ってアレルヤ回復、はい、これでいけますね。俺は俺という存在を守るために戦う。一撃を狙いましょう。さあしっかりダメージを与えて、こっから減るのも早いんですよ。ほらすごい一撃でもうどんどん削っていくんで、戻った時には多分壊れますね。でレーナの方にヤザンが来ましたんで、最撃でメイン壊していきましょう。でサイズヘルもさすがにね、メイン壊されるとほとんど攻撃力なくなっちゃうんで、 OK これで問題なし。さあ戦術技はしょうがなしということで、さあこの間にコストため切ってウィングゼロを投入してゼータ仕留めてっていうのが一番いい流れだったんですけど、まあここは落とされちゃいましたね。先に私が見た時の相手はね、もっと攻撃的で拠点の防衛なんか置かなかったですね。一気に本拠点さえ行きゃいいぐらいのつもりでやってた。さあちょっとレーナ落ちるだろうし移動ですね。時間稼ぎして私の方もまあある程度守りつつでいいですね。別に無駄死にするつもりはない。ここ本当はゼータ行きたかったところではあるんですけど、あいつの制圧に釣られるのが嫌だったんで、一旦こっち止めときます。そっちの都合通りにはいかせんぞ。攻撃に備えてください。これまでだ。おっと、思ったより範囲が広がった。うわ、こっちの防衛までまあまあ削れたな。俺の邪魔をするな。ツインバスターライフル、出力最大。悪く思うな。これで十分削ったかな。信号ルートを確保してご覧に入れる。よしよしよし、これでこっちをするような制圧がいなくなりましたね。どっかのタイミングで、あとは奇襲でゼータンと飛びたいと思います。どんな困難な道でも俺は進み続ける。こっちの防衛もそろそろ使えるようになるな。俺を止めることはできない。さあウィングいっちゃった。よし、これで制圧いないんで安心で、防衛置いて、これ逆サイドもまあ大丈夫でしょう。殲滅で多少攻められても拠点はもう無視です。で、奇襲で飛んでいきましょう。もう安心していいよ。ほんとバカなんだから。このままでは、まあ、ついでの再撃ですけど。さあ飛んでくだけ。危ないやつの方が早いかどうか。でも間に合ってるね。オッケー。さああとは戦術技を打っていけるかどうかで決まるな。逃げるなよ逃げるなよ。逃げても間に合う、多分間に合う。逃がさない。超広範囲。悲しく惨めな歴史をここで終わらせる。ツインバスターライフル、出力最大。悪く思うな。さあこれでゼータ落ちましたと。よし、これも万全ですね。さあ制圧もこれですぐは出てこれないでしょうし、もうこっちはアレルヤ放り込めばいいだけです。こっちの拠点が1箇所2箇所落とされようと関係ないです。相手の本拠点さえ落とせばいいんで。自分もねやられた時こんな感じの展開だったんですよね。無意味だ。さあ奇襲でこっちに来ましたけど、まあ倒しきるのは無理ですね。とりあえず防衛を置いて、メインが壊れちゃってるヤザンを倒してみましょう。さあこれでヤザンも退場。まあ、あとはもうトランザムのぶっ放してる兵士はいるんで大丈夫ですね。はい、終了です。いやー、これ本当やられた時ね、手も足も出なかったんですよね。1号エーターって時やったんで。まあ同じようなことができたかなってことで、そのままもう一戦遊んでいこうかな。もうちょっと使い方うまくやれると思うんだよな。引き金くらい感情で引け、己のエゴで引け、無慈悲なまでに。我々の実力を見せつけてあげましょう。作戦開始です。敵のそれでは2戦目やっていきましょう。連続戦争ですね。今度はアレルヤ。さっきのことちょっと考えて、もうちょい後方から出しとくか。どんどんがスピードもあるし、後ろから出すか。多分同じぐらいタイミングでいけると思うんだよな。で防衛の動きを見て、どっちか先にトランザム使うか決めていけばいいかな。もうぶっぱしてやるぜ。さあ両方ぶっぱ。いつまでそうしているつもりだ。だって3コスなんで間に合ってさっさと出していきましょう。おっと逆サイドは高火力陸が来ましたね。これはここ捕まったらすぐさま防衛入れないとちょっと危ないですね。ただトランザムが入ってるんで、両方ともすごい勢いで削ってきますよ。さあでから何もされないうちに行きたい。ちょっと隠された思い使われたか。大体カウント覚えとこう。130、140数字ちょいぐらいで多分動かなして問題ないな。こっちは大丈夫ですね。防衛出てきてないですね。これはもう間違いない。防衛出てこないなら両方折れますね。俺は俺という存在を守るために戦う。効果的な一撃を狙いましょう。デシャバルナよ。巨体の損傷が拡大。あ、すごい勢いで削ってく。ここで止まるわけにはいかないんだ。相手するやつも完全に抑え込んでるしね。さあ無理やり倒しに来たけど、これじゃあ倒せないんだよな。敵の攻撃に備えてください。さあだいぶ削られましたけど、これ回復。よし、これで両方ともね、ひたすら攻め上がれるね。さあいい形にはなりました。防衛がまだ出てきてないですけど、こんだけ時間かかってるってことは多分ね、最古じゃないかな。俺も防衛最古よ。まあ、たまにというか最初序盤使ってたけどね。最序盤なんかそんな気する。ちょっと投入悩むけど、ああやっぱり最高だ。まあいいわ、ここまで削ってあればあとは2つの防衛箇所を守りながら行こう。とりあえずヤさんの方を取り倒しておこうかな。味方機が撃破されました。さすがに最高防衛はすごい勢いで削ってくるな。いや厳しい。ここはちょっとこのまま粘ってから戦術技。悲しく惨めな歴史をここで終わらせる。ツインバスターライフ出力最大。悪く思うな。この俺が皆さんはこれで大丈夫そうだな。途中で飛んでちょっと左サイド守りに行くか。俺にできること。俺の敵が無意味だ。あっとこっちの防衛先行っちゃったか。前にああこれやられるな。悲しく惨めな歴史をここで終わらせる。ツインバスターライフ出力最大。悪く思うな。あ、ここはちょっとやられたかな。戦いたくなんてなかったのよ。まあヤザンはいいか。あのヒットポイントならほっといてもやっぱそうくるよね。まあならヤザンをずっとくか。とりあえずヤザンって再撃しといて、とりあえずリクの方はね、攻撃力が高いんで戦術技もね、打たれるとがっつり削られるから、こっち先だな、崩すの。こっちを先崩してからあやめさん崩せばいい。目にも見せてやりましょう。あなたにこの技が見切れるかしら。まあ少々削られても構わない。よし、負けた。さあ防衛を傷んで、まあこれで大丈夫でしょう。悪く思うな。おお、そっち行く。先にあやめさんをある程度ボロボロにしておきたい。私があんたに当てるはずないでしょ。効果的な一撃を狙いましょう。これで終わりや。敵の猛攻が。私の技を見せて。ちょっと移動させるの早かったかな。敵が撃破されました。とりあえずウィンを取ったか。俺はよし、これでウィンを取って心配すんな。生きて帰る作るか。こちらの戦艦が攻撃を受けてる。悪いが付き合ってもらうぜ。あ、いかんいかん、本拠点忘れてた。戦場をなめてるとろくな死に方しないぜ。はい、やつで止められてるけど、さすがに敵ハマではもう防げないだろうから、そのまま防ぎます。よし、これで十分。だままこっちはトランダム使うか。そしてウィングもぶち込める。もうヤタンとヒーローの方も一ポイントないんで、これで終わりですね。未来は自分たちの手で掴み取るものだ。ツインバスターライフル、出力最大。悪く思うな。よし、これで OK。 ヒーローも退場、ヤザンも退場ですね。まあちょっと防衛にサイコがいる以上はこの編成では落とすのは無理なんですけど、俺がもうちょっと殲滅とか3殲滅とかうまく使えればね、このサイコ倒してなんか動画撮りに行きたかったんですけどね、なかなかうまくやれなかったんですよね。我々の勝利ですね。はい、というわけで試合終了。まあ今回は自分がボコられた編成お試しで使ってみましたという感じでした。いや強かったね。で試合も重ねてサブランクも上がりました。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、またよかったら別の動画でお会いしましょう。失礼します。